はい、現在ですね、13時10分775メートルで、ここはロックガーデンの入り口なんですね。で、よく見ると、ロックガーデンっていうのは、こっから岩の、あの、さっきの、なんていうんですかね、分岐？滝に降りてくる公園のところ、公園というか、分岐のところが、もうロックガーデンっていうみたいですね。なので、上の方にこの秩父多摩国立公園っていうこの門扉が、あったんで、この範囲のことをロックガーデンで俗に言うんですね。はい。なので、あの滝のことがロックガーデンっていうだけじゃないんですね。はあ、今からこの74の滝ってところに降りていきたいと思います。はい、現在ですね、13時38分、850メートル。あの74の滝ってところに、ロックガーデンの分岐から降りて、行ったんですけど、大したことないんですよ。階段を4つぐらい、ものすごい急な階段を降りて、で上がってきてるんですけど、1キロぐらいのこの急と、はっきり言って行かない方が良かったですね。あの最後の最後にこれはきついですね。延々と続きますね。とりあえず 800m の標識が出て、今 GPS で確認したらあと 80m ぐらいなんで、もう間もなくなんですけど、待てますね。きつい。最後の最後に。だからさっきあそこで会ったおばさんがあんな坂は登りたくないって言ったらそのことだったんだ。もう少し頑張ると神社の横に出るらしいんで、頑張っていきたいと思います。はい、現在13時44分さっきの長尾茶屋長谷川恒夫の分岐のところに来ました。すげえしんどい。もうちょっと心臓と肺が寿命を縮まりました。あんなとこ行っちゃいけないです。で、また神社のなだらかな道に戻ってきましたけど、カメラのレンズが曇ってて、ちゃんと映ってるから、きついです。やっと戻ってきた。きつかった。久しぶりのグロッキーですね。ちょっとこれは久しぶり羊蹄山よりもきついかも。だから大山のあの坂ぐらいきつかったですね。なので74の滝は行かない方がいいです。こっちまで行く分にはまだ最後階段なんですけど、登ってくるのはしんどいですね。はい、相変わらず誰もいないです。ここから神社の方に行けばいっぱいいるんだと思いますけど、まあしょう。